い、今門が開きました。子供たちが出てまいります。あるんですけどね、台本にないことはなかなかアナウンサーの方でもわからないんです。何かって言いますと、今日も通りますよ、今日も通ります。あのね、黒覆面の忍者がリアカーを引いて通るというね、そういうシーンがあるんですよ。それ何かっていうとですね、あの途中であの大間さんがね、こう和風をしていくんですね。それを拾い集めていくという係がいるんですよ。ところがそんなこと一言も書いてないです。さあ、そうするとね、困っちゃう。ところが大泉さんね、もうそれでも食いつくんです、すぐに。ね、で、あの忍者なんですか、あの黒船の忍者なんですか、リアカー引いてる忍者とか言うんですよ。さあ、アナウンサー困っちゃってね。そしたら私がそこのところでそこだけマイク取ってね、あれはあの大間さんが粗相するんで、それ拾い集める忍者なんですよって言ったらね、大泉さんが小さい声でふーんっつってました。どうもありがとうございます。はい、それではそろそろ始まると思いますのでね、はい、始めたいと思います。それではこれより松代観光推進機構秋祭り実行本部長、市川光一郎による開門を合図に時代行列出陣といたします。いざ出陣いたします。いざ開門。登場してまいりました。それでは行列の陣立てをご紹介いたします。行列旗陣金陣太鼓に続き登場いたしますのは武田信玄武田信繁隊でございます。武田信玄は真田昌幸を奥近流六人衆に抜擢し、戦術戦略外交の英才教育を施し、戦国武将としての基礎を授けました。武田信玄を演じ、まだ出てまいりませんね。これから武田信玄公出てまいります。楽しみにしていただきたいと思います。はい、今奥の方で風林火山の旗が出てまいりました。旗が見えてまいりました。いよいよ武田信玄公登場でございます。武田信玄を演じ騎乗いたしますのは善光寺法務局次長本学院住職小林純玄様でございます。いいお姿でございます。武田信玄に続いて登場いたしますのは武田天球信繁でございます。文武ともに優れ、兄信玄を支え川中島の合戦をはじめ数多の戦兵隊として活躍をいたしました。正幸がそれにあやかり次男源次郎に信繁と名付けたのでございます。武田天球信繁、起乗いたしますのは知院都市交流糸魚川市都市交流協会片山秀美様でございます。
い、大サービスで馬がいつもより余計に回っております。本日はですね、観光でいらっしゃってる方もいらっしゃるかと思いますが、松代大橋を渡りましたところに天球寺というお寺がございましてね、そこにあの、川中島の合戦で討ち死にをしたこの武田天球信繁が祀ってあるわけでございます。もしよろしければそちらの方もおいでいただければと思います。だと思いますけど、この松城城というのはですね、武田信玄が作ったお城でございます。当時は海津城と申しておりました。あの川がですね、あの千曲川でございますけど、当時はこの、お城のすぐそばまで来ていたんですね。それを利用した天然の要害として武田信玄がここに、城を作ったわけでございます。はい、そういうね、昔あの船がこう発着したりするところ、これ今でも言います津と申しますね。ですからそれで海津城、海がないのにこちら海津城とそういうふうに呼ばれていたわけでございますね。はい、皆様よりね、こちらの向こう側っていっても私が指差してるだけですけどね、ここの海津城から見まして向こうに見えるちょいと小高いところがありますが、そこが西条山でございます。海津山のところにこの上杉謙信が陣取っていた、こちらに武田信玄が陣取っていた。それであの、弁政粛粛夜川を渡るというやつですね、上杉があのそちらに陣取っていた武田がこの奇襲をかけようとしたところが、上杉がそれを察知していち早く海津山を降りて、霧の中をこの川を渡ってこの、八幡原のですね、そちらの方に攻めていったという、そういう、歴史的なこちら場所でございますのでね、またそういう歴史も感じながら皆さんね、行列をご覧いただければと思います。あの旗指物の旗印は徳川隊でございます。はい、続いての登場は徳川家康、そしてその息子徳川秀忠隊でございます。徳川軍は第一次上田合戦において真田昌幸信彦親子と戦い大敗を喫しましたが、その後真田家が徳川家の与力大名となりますと、その軍略に惚れ、また信行の誠実な人柄を気に入り、本田忠勝の娘稲を養女として信行に嫁がせました。ただいま参ります、家康秀忠隊でございます。はい、到
登場してまいりましたのは徳川家康でございます。徳川家康を演じ起乗いたしますのは NHK 長野放送局長土岐武志様でございます。家康について登場いたしますのは徳川秀忠でございます。家康の三男で二代将軍となりました。本日徳川秀忠を演じ起乗いたしますのは一般公募で小諸市からご参加いただきました、徳川秀忠となんと一文字違い塩川秀忠様でございます。人間かなっての秀忠役だと思います。続いてね、旗差し物が出てまいりました。歴史好きの方ですとね、ああこれは誰だってすぐ分かるんじゃないかと思いますがね、天下布武という字が見えてまいりました。続いての登場は織田信長隊でございます。織田信長は武田信玄滅亡後正幸に丘陵を安堵し家臣滝川勝正を擁立といたしました。正幸は長女村松を人質として安土城に送ったのでございます。織田信長起乗いたしますのは長野市長加藤久雄様でございます。ありがとうございます。市長様には毎年武将を演じております、言っていただいております。続いて毘沙門の美の字が見えてまいりました。はい、こちらもですね、この真田のお城、松城ですね、松城城に大変、馴染みが深く、そして真田家とも大変つながりが深い上杉の登場でございます。続きましては上杉景勝直江兼続隊でございます。上杉景勝は上杉謙信の甥にあたり越後90万石の大大名であります。真田家が徳川北条連合軍に攻められ窮地に立たされた折救ってくれたのがこの上杉でございます。上杉景勝を演じ起乗いたしますのは一般公募で静岡県からご参加の夏目昭武様でございます。続きましての登場は直江兼続でございます。直江兼続は兼勝の下で越後の市政に行い戦乱で疲弊した越後を立て直すように田畑の開墾を奨励したわけでございます。直江兼続の演じ起乗いたしますのは地元松代町、金融団八十二銀行松代支店支店長清水博子様でございます。一人は大きな歓声が上がっております。大変武将の役が似合っております。はい、
直江兼次の愛の舞立ちが、清水様がかぶるとラブという字に見えますがさあ登場いたしました、お掃除忍者隊でございます。頑張って仕事してくださいね。仕事の方法は至って原始的な方法でございます。シャベルで拾っていくというこのね、地道なお仕事でございます。頑張ってくださいね。さあ続いての旗印、ひょうたんの旗印が見えてまいりました。続いての登場は豊臣秀吉、豊臣秀頼隊でございます。豊臣秀吉は真田家との縁が深く、正幸は天下が秀吉に有利と見ると信繁を秀頼のもとに送り領土を保証されました。その後北条氏政が沼田氏を機に背き真田家の名ぐるみ城を奪った一件により北条征伐が行われ、結果天下統一がなされたのでございます。豊臣秀吉を演じ起乗いたしますのは長野商工会議所会頭で株式会社システックス代表取締役社長北村正弘様でございます。豊臣秀吉に続いてまいりますのは豊臣秀頼でございます。豊臣秀頼を演じ起乗いたしますのは北島産業株式会社常務取締役北島達也様でございます。秀頼は秀吉と茶々の次男として生まれ、大変聡明な若君であったと伝えられます。雪村君伝記では花のようなる秀頼様を鬼のようなる真田が連れて軒も乗りたい鹿児島へという笑う歌が松島の元に伝えられたと言われております。腰に乗っての登場は北の湾所、そして茶々姫でございます。北の湾所は豊臣秀吉の正室で通称おねねねと申します。演じますのはハイブリッドジャパン株式会社代表取締役山浦悦子様でございます。北の湾所と並び、登場いたしました茶々淀殿でございます。本日淀殿演じますのは先日行われましたリオデジャネイロオリンピックシンクロナイドスイミングで見事銅メダルに輝きました地元長野市出身の箱山愛香選手でございます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。ぜひチャチャ様、ぜひメダル謎を皆様に見せて差し上げていただければと思います。本日も、大勢の皆様においでいただきまして、おとといの銀座のパレードにはちょっと30人ほど足りませんけれども、それでも大勢の皆様がですね応援に駆けつけてきていただいておりますので、どうぞその美しいお姿と雄姿をですね、見せていただければと思います。ありがとうございます。さあ続きまして、お待たせをいたしました、真田昌幸、真田信繁隊の登場でございます。はい、真田昌幸を演じ起用いたしますのは一般社団法人長野県経営者協会会長山浦義行様でございます。正幸は武田24将にも数えられ、その優れた戦略知略を持って真田家を戦国大名に押し上げたわけでございます。今年の真田丸で
大変に人気が上がってまいりました。真田正彦でございます。続いて登場してまいりますのは真田信繁でございます。信繁は豊臣家にも仕え、大谷義継の娘を正室に迎えるとともに十五位の左衛門之助に叙任され、豊臣姓を下賜されました。大阪の陣では大阪城の弱点である城南に築いた真田丸において防御、攻撃に多大なる戦果を挙げたのでございます。信繁と、ね、言っておりますが、雪村という名が通りも、良いわけでございましてね、今日の大河ドラマから雪村という名前になる、出てまいりますね。真田信繁を演じ起用いたしますのは、一般公募でご参加の中澤博正さんでございます。中澤さんは、高校1年生だそうでございまして、今回みんなにかなっての真田信繁役でございます。はい、ちょっと大間さん興奮しておりますね。はい、ちょっと奮い立っているところでございますね。信繁の後に付き従っているのはこれ桐生でございます。正幸の重臣高梨大輝の娘、信繁の側室として九段山に重く信繁の子本命を産んだのでございます。大河ドラマ真田丸で桐生という名前をで登場しますが、これ実名は不明なんだそうでございます。演じますのは一般公募で大阪府からご参加の佐賀真由さんでございます。はい、長澤まさみに全然負けておりません。続いての登場でございます。小山田重信村松殿でございます。一般的には小山田重政と言われておりますが、小山田家では小山田重信と言い伝えられております。重信演じますのは、小山田家の末裔でございます、小山田隆明様でございます。小山田家はその後、永代家老として長く真田家に仕えたわけでございます。この松代にも小山田という姓の方が随分たくさんいらっしゃいます。さあ、その後岡子で参りますのは、村松殿でございます。真田昌幸の長女で武田家の家臣であった重信に嫁いだのでございます。村松殿演じますのは一般公募で千葉県からご参加の野村ひとみ様でございます。大変お美しいですね。木村佳乃に負けておりません。岡野はちょっと今停滞しておりますが、はい、岡野頑張ってくださいね。さあ、続いて登場いたしますのは戦国武将憧れ隊の皆さんでございます。この隊にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前で参加してくださいました。皆様をご紹介いたしますので、どうぞ思い思いにポーズをとっていただければと思いますが、群馬県からご参加の赤井義雄様、清水隆夫様、野村英夫様、茨城県からご参加の上田恵梨香様、埼玉県からご参加の秋池直文様、峰博文様、米沢祐樹様、神奈川県からご参加の鴨井浩二様、山梨県からご参加の大塚直樹様、愛知県からご参加の久保利也様、秋田県からご参加の志戸成明様、新潟県からご参加の三浦光三様、筑波市からご参加の三井雄一様でございます。はい、皆様ありがとうございます。はい、これから町内練り歩いてまいりますので、その都度ね、またポーズを取っていただいてね、かっこよく決めていただきたいと思います。
続いて登場いたしますのも手作り甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。松代甲冑隊の皆様は発足以来10期目の生徒が甲冑製作に取り組み、更新台で実際に着用できる統制具足といわれる戦国甲冑を厚紙と紐を使い本物と同じ工程で作っております。甲冑製作を通し郷土の文化歴史への理解を深めるとともに、真田十万石祭りをはじめ地元松代の地域振興のために活動している皆様でございます。甲冑隊の皆様でございます。はい、また本日はですね、上田市より盾サークル新の皆様に、応援に来ていただいております。それ続きますのは小諸戦国甲冑隊の皆様、こちらにも応援に来ていただいております。はい、可愛らしい武者ぶりですね。さて、それに続きまして登場いたしますのは、先ほど出陣イベントでご出演いただきました越後上越上杉おもてなし武将隊の皆様でございます。皆様、上杉謙信公の居城であった春日山城址をはじめ、上越市内の観光施設やイベント会場等において観光客のおもてなしや演舞、上越市の観光 PR 活動を行っておられます。なるほど、我ら越後上越上杉おもてなし武将隊井上さえみんなやったりんよ。ありがとうございます。本日は上越からわざわざお越しいただきました。本当にありがとうございます。いよいよ真田のですね、六門線の旗印が見えてまいりました。続いての登場は先払い隊でございます。和黒町の松葉会の皆さんです。真田十万石行列には毎年ご参加をいただいております。会長室賀雄二様、他10名の皆さんでございます。Oh!
はい、続いては真田祭りやりふり保存会によるやりふり隊の皆さんです。頭は水野陽介様、他20名の皆様でございます。見物の大負け槍は重さが約30キロありました。槍を振ることにより幅約2メートルまで開きます。その妙味をどうぞご覧くださいませ。先払い隊、やりふり隊が長くこう残されているというのは歴史の町、松代ならではのことだと思います。大変素晴らしいことだと思います。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。やりふり隊に続きまして登場は松代藩初代藩主真田信之公の登場でございます。
などからの手駒丸城奪還、岩槌城奇襲、徳川との第一上田合戦、北条征伐さず、数々の戦で正義と共に、あるいは一人で武勇を挙げた信行は、有名な犬伏の別れで父正行、弟信繁と手元を分かちました。大阪の陣の後、上田藩よりこの地に加増を威風され、松代藩の礎を築いたのでございます。真田信行を演じ、騎乗いたしますのは、真田家十四代ご当主、真田幸利様でございます。様は現在、慶応大学の理工学部の教授をしておられます。いずれノーベル賞を取ってですね、それで、真田の名をですね、もう世界に知らしめていただければと思います。信行の友侍に続くのは寺尾少年剣道クラブの子どもたちでございます。それに続いてまいります。続いての登場は本田忠勝でございます。本田忠勝は徳川四天王に挙げられる徳川きっての重臣の一人であり、その勇猛果敢さから豊臣秀吉からも東北一の勇士と称賛されました。また関ヶ原の戦いの地には真田家の後ろ盾として尽力をしたのでございます。本田忠勝を演じ騎乗いたしますのは、一般公募で埼玉県からご参加の加藤博之様でございます。本田忠勝、勇猛果敢な武将でございます。大変思いやりを持った、ね、武将だということでございますね。槍の名手でございまして、その槍がとても重かったんだそうでございます。思いやりの武将でございます。さあ、ただいま素羽巻と葵の御門の旗が通り過ぎましたけれども、この後に登場してまいりますのは、信行の正室小松殿でございます。本田忠勝の長女稲姫で、徳川家康の養女となり、信行のもとに嫁ぎました。妻女の誉れ高く、小松姫の婿選びなど様々な逸話が残されております。また立山に追放になった正行、信繁に食料や日用品を送るなど配慮を怠らず、要塞剣舞の誉れもなかったと言われております。小松姫、演じますのは一般公募で東京都からご参加の粟田口茜様でございます。また同じ腰に同乗いたしますのは、信行と小松殿の長女万姫でございます。万姫は島原藩初代藩主高力忠房に嫁ぎました。演じますのは一般公募でご参加、地元松代町の上野さえちゃんでございます。それから月下の仕事集も大変美しい一冊でございますので、ね、あ、最後にもう一回通りますか、はい、お掃除忍者隊通りますか、はい、頑張ってください、はい、以上、行列の紹介をいたしました。これから行列は1時間半から2時間くらいかけまして、町内を練り歩いてまいりますので、また沿道でご声援をお願いいたします。ではこれからも真田十万の祭り行列をごゆっくりお楽しみくださいませ。ご案内は快楽亭教授でございました。どうもありがとうございました。
Thank you.